まだ見つかってないってシホンちゃんは言ってたけど、犯人はすぐに見つかるよ。え、わかるの？ひゃー、そういう反応？その言い方が名探偵っぽい。あ、わかった。降臨したんだよね。ホームズの霊が降臨したんだよね。今来てる？すごいな。この辺まで来た？どの辺までも来てないよ。降霊術なんかしたことないし。すごいな。特殊な儀式。三流思念。私はそういう霊媒体質じゃないって知ってるよね。ごめん、ホームズは無理な体質だったか。ということはポアロだった？ポアロも降りてきてません。明智小五郎も降りてないし、ミス・マープルだって降りてきません。んだったらデュパンならどうなの？そんな人を出されてもな。デュパン、おというかさ、架空のキャラクターの幽霊っているの？へえ、そうなんだ。そこは難しい問題だよね。幽霊としては無理だろうけど、読者の残留思念が形となってキャラクターの幽霊になるという現象なら起きそうではあるよね。読者の気持ちが形になってこの世にとどまるなら、そういうことも起きそうだけど、幽霊も残留思念も存在しないからね。私もそう思うけど、もしかしたらってあるかもよ。もし実在するなら、月角島さんの幽霊を呼び出して話を聞けばいいだけのことじゃない。それはそうだね。で、名探偵っぽいセリフを口にしたということは、ゆうちゃんは全てお見通しってわけだね。あのさ、密室殺人事件って聞いただけで全てを解決できる名探偵はいないと思うよ。そらそうだ。名探偵じゃないならどうして犯人はすぐに見つかるよって断言できるの？うん、それは気になる。確かに。ミョンミョン。だって私たちの頭にはアルパカがいるじゃない。ああ、やっぱそういう感じなのか。うん、トラ、猫耳だと思ってた。本ですか。うん、そうなんだ。どういう風になってんだろうな。嫌な痛み、気になるな。なるほど。これはなんか好きでつけてるわけじゃ。なるほど。
これがいるから何なの？アルパカがいるから私たちの居場所はすぐにわかるってことじゃない。それと同じで犯人の居場所もすぐわかるよ。でもさ、死んじゃったらアルパカは電波を発せなくなっちゃうんだよね。だからこそ今も頭がどこにあるのかわかんないんだしさ。あー、やっぱそういう風になっちゃうのか。血液、あーそうなんだ。アルパカが電波を発しなくなったとしても死んだら動けないんだから電波が途絶えたところに死体があるよね。それなのに頭部は見つかってないんだよ。だからそれは、詰まった。ああ、確かに。っていうかだったら寝る時とか大変だろうな。なんかなんかの拍子にぶっかって電流走ったりとか、そこまでの衝撃はないか。犯人が頭部を切り落として持ち去ったからだよね。だから犯人の特定は簡単だよ。どうして？誰が持ち去ったかなんて分かんないんじゃない？分かるよ。頭を切り落として運ばないといけないんだもん。月角島さんの電波が消えた場所に同じ時間に接近した人が犯人で決まりだよ。犯人がトリックを使っていたらどうするの？トリックってミステリー小説じゃないんだからさ。離れた場所から頭部を切断して動かすなんて無理。もしできたとしても頭部の近くにいる人が犯人に決まってる。どうして？頭部をボールみたいに転がして移動させるとかそんなの無理だよ。休憩じゃないんだから必ず壁にぶつかってストップしちゃうよ。おお、そうかも。それ以前に蹴ったり投げたりしたって長距離移動させたりするなんて無理だし、トリックを使ったとしても離れた場所から頭を動かす動力源が絶対に必要だと思うんだ。うんうん。何かの装置を設置しないといけないんだから、その付近で何かやってた人を特定すればいいだけのことだよね。でもさ、月角島さんの頭部を運ぶための小さな機械を何日もかけて怪しまれないように組み立てるとか、そういうことがあったかもだよ。確かにそれはあるかもしれない。台車に頭部を乗せて遠くから紐で引っ張って動かすとかできるかもしれない。だよね。でもそんなことしたら目撃者が出ると思うんだよね。奇跡的に目撃されなかったとしてもそんな雑なことをわざわざしないと思うんだ。んじゃあゆうちゃんはどう思うの？まだ月角島さんの頭部が見つかってないってことは、犯人が頭部を抱えて森に向かって走って逃げたとかじゃないかな。どうしてそう思ったの？それなら単純に時間と脚力の勝負だから。生徒会の人がまだ追いついてないから月角島さんの頭部が見つかってないってことじゃない？ん？それだと犯人が誰かはわかるよね。うん、犯人は分かってるけど頭部が見つかるまで発表できない事情があるんじゃないかな。おお、このゲームもしや推理ゲーなのか。ほら、推理するのって楽しいでしょ。やっ
ぱり名探偵をやってみようよ。あのね、シホンちゃん、謙遜とかじゃなくて、このくらいのことは誰にだって思いつくよ。おだててるんだもん。おだてなくていいよ。おだてたいよ。ゆうちゃんは名探偵に向いてると思うんだけどな。とにかく犯人も頭部も見つかるのは時間の問題だと思うよ。寝て起きた頃には全部終わってるんじゃない？うん、だといいんですけどね。殺人鬼以外の人殺しってなんか言えて妙だな。今は生徒会に任せて、もし明日になっても頭部が発見されなかったら捜査に協力するとかでいいんじゃない？その時は名探偵をする覚悟だと。だからしませんってば。棒を持って藪をつついたり、森の奥にある崖の下を探したりとかするのを手伝うってこと。うん、崖か。なっちゃうんだろうな。だってもう復活できなくなっちゃうわけでしょ、あんまり時間経つと。つまんないな。こういう事件でつまんないなとか言っちゃダメだよ。うん、犯人にとってじゃないのか。まあいいか。雑事か誤事ではないか。とにかく今は静観しようよ。途中から名探偵しますなんて言って首を突っ込んだら迷惑だわよ。ご不満だな。ブーブー、どうして私たちの手で終わらせようって発想にならないのかな。別に知り合いが殺されたわけでもないのに、そういう発想になる方がおかしいと思うよ。名探偵たちは他人の事件に首を突っ込んでるじゃない。あの人たちが異常なんだよ。人が死んでるし、自分が殺されるかもしれないのに、あんな平然と推理してるのはかなり異常だな。まあそれはそうだと私も思うけどさ。でもゆうちゃんってそういうとこあるんじゃない？ありません。だいたいなんで私にそんなことさせたがるわけ？コナン君とかはじめちゃんとか。直感かな。直感。それにゆうちゃんと一緒に何かをしてみたいなと思ってさ。ほら、私たちってこんなにラブラブなのに、研究も勉強も別々。たまには一緒に何かしたいなって。言われてみればそうだけど、でもだからって名探偵はないと思うな。そうかな。生徒会で解決できないって判断が出たら、生徒会から全生徒に犯人探しに協力するようにって命令が出るよ。うん、じゃあそれが出たら名探偵する？うん、もう、シホンちゃんとダブル名探偵ならいいよ。ダブルか。私はゆうちゃんの命令で動きたいんだけどな。私には名探偵として命令できるほどの知能はありません。やるならダブルで。不満だけど、わかった、必ずだよ。
その時は名探偵を絶対にやろうね。わかりました。その時はね。じゃ、今日は一緒に寝ますよー。うわすごい事件なのに楽しんでいるな名探偵に乗り気じゃなかったことへの罰として、一晩中私の太陽に悩まされるがいい。それって罰になるのかなすんすん一緒に寝るの嬉しい？嬉しいの私だけじゃないよね。おお、嬉しいに決まってるじゃない。どういうとこが嬉しいのかちゃんと言って。それはシホンちゃんと大体一緒だと思うな。私に預けずに自分の気持ちをちゃんと言ってうん、好きな人と一緒に寝るのって安心するから。シホンちゃんは柔らかくて温かくて気持ちいいし、隣にいてくれるとホッとするよ。シュンこいつら。な、何？どうしたの？そういうこと平然と言っちゃうゆうちゃんにキュンキュンする。心臓が痛いよ。胸を撫でてくれないと死んじゃうかも。さっきしたばかりだけど、もしかしてまたそういう気分になっちゃったの？おやおや。なっちゃったかも。そうだね。すごいな。かわいいシホンちゃんのお願いだもんね。いいよ、おっぱいもみもみしてあげる。バンザーイ。すごいな。ああ、確かに。ゆうちゃんに触られるのってすごく安心するねえ、しほんちゃん。もしかして不安なことがあったりした？ああ。ゆうちゃんに触られていない時間は全部不安だよ。いつだって死んじゃいそうな気分なんだから。それは言い過ぎだと思うな。ああ、確かに。シホンちゃん、ワンワンって言って。え？撫でてくれるだけじゃなくて犬扱いまでしてくれるの？そんな嬉しそうに言われると困るな。ワンワン、ワンワン。よし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 。ワンワン、ワンワン。
よしよしよし、かわいいぞかわいいぞ。うん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 。犬扱い嬉しいんだろうね、従順。私ゆうちゃんになでなでしてもらうの大好き。なでなでするのも大好きだけどね。それじゃ次は私がなでてもらおうかな。ワンワン。よーし、おいで、お腹をなでてやろう。ワン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 。すごいプレイが。え、ちょっと待って、変なフラグ立てないで。ああ、そういう意味か。いや、ちょっと待って、この感じはありそうだぞ、マジで。外の世界。がっつりフラグ立ってないか、最後の。さてと、では、キリが良さそうなので、この辺で。うわぁ、なんもないといいんだけど、このゲームの流れ的に。なんか最後衝撃が走って終わりそうな。